いかがでしたか。朝子の欲望の果てご覧いただけましたでしょうか。今作ポルノ映画ということですが、一人の満たされない女性が生活にもがきながら愛欲に溺れていく、そういった姿は満たされているはずなのに満たされていない我々、現代の我々にも通じるものがあるのではないでしょうか。さて、数々の時代の影を描いてきた北田監督でございますが、この映画はどのようにして作られたかと申しますと、ある未公開映画をご覧になったということから始まったそうにございます。その未公開映画というのが、女性の旅行者がある村に訪れた際に、そこの村人に集団強姦を受けるという、そういった事件を元にした映画だったそうにございます。いつの時代も女性がそういうふうに被害者になってしまう、そういったところをインスピレーションを受け構想されたのが今作「朝子」でございました。脇には今も活躍されている大木博之監督、そしてシベリア文太さんなどが参加されております。さて、一人の主婦がただ死ぬだけの物語、この物語、最後のラストシーンで朝子が飛び降りるんですが、その死がはっきりされていないことがございます。それはなぜかと言いますと、こちらにも監督の意図がございまして、死というのは、ではまたの機会にお会いいたしましょう。